車好きな人はもう民族なんか関係なしに仲間だから。全ての車好きに捧ぐ未だかつてないミーティングへ集結せよ。今回これまでの JDM を支えてきたエキスパートたちが一堂に会し、新たな歴史を刻む。稲田大二郎、横幕弘直、雨宮勇、スモーキー永田、谷口信輝、織戸学。2024年11月19日、ミスターヒロ JDM ワールドパーティー。歴史の証人はあなただ。俺が日比野だ。世界の JDM ファンの皆さん、日比野哲也です。11月19日ミスターヒロ JDM ワールドパーティーが開催されます。僕もね、富士スピードウェイでですね、ドリフトのスクール担当なんですよ。初級から上級の皆さん、ぜひ参加してください。お待ちしてます。シルエティいきますよ。シルエティ、これがどれぐらいできるのか。よいしょ。 NA のままなんでね。一応ね、車的にはね、アライメントとかもちゃんとしてるんで問題はないんですけど、やっぱり馬力がね、絶対馬力がないんで、惰性で走るしかないからね。あとね、シートがね、これね、ノーマルなんですよ。だからまあまあね、体が動いちゃって目線がずれちゃうから、これがね、きついんだよね。あとこのフロントタイヤ、ノーマルというか後ろのタイヤと一緒であんまりグリップがないやつだから、ちょっとアンダーしてから動くから、これもね、結構際どい。出し切らんな。ブレーキでやろうとするとポコポコするね。いや、これマジで大変。もう少しね、フロントグリップに頼れればもう少し車速上げて、
向き変えようとできるんですけど、このワンテンポずれてくるからね、少しずれたらもうだいぶ遅れてきちゃうから、コースアウトもやばいからね。これ意外に安定で走るしかないな。できないからハンドルにしがみつく、ハンドル邪魔しないようにこう手をこうね、力入らないようにする、大変です。はい、やっぱり俺ねグリッドシートがいいな。はい、しっくりくるんだわ。ちょっとね純正は、ちょっとね攻めるにはねきつい。まあ車はできなくないんだけど、どうしてもちょっとずつやりにくいところが重なるとミスになっちゃうから、やっぱりねノーマルで走るっていうのは結構コントロール性が良くないね。はい、そんな感じで、まあテスト的にはできることとできないこと、はい、チェックできたんじゃないでしょうか。大丈夫？行きます。行きますよ。よし、じゃあウォームアップで。はい。ここまで来ると、はい、ハンドルが重くなる。ああ、なるほど。車って横向くからね、はいはい、なかなかスピンしにくいけど、前荷重になると、はい、切り角深い時に前荷重でハンドルが固まって、はい、行っちゃう感じはあるね。
いやもう2周したらもう95度とかいっちゃうからね。あ、ですね。横向いてる時間が長いとなかなか消えない。じゃあもう1周してやめようか。はい。99度、3周でおしまいです、はい、いやまあまあ車的に乗りにくくないし、はい、横も結構向くしね。これは楽しんでもらえそうですね。はい、これは誰が乗っても乗れるんじゃないですか。いやとんでもないです。はい、はい、お疲れ様でした。今回のチェック走行、はい、3台しっかりできました、うん、3台ともね普通に走れたんでもう今日は問題はありませんでした。まあね、あの一つ一つその車によって、まあ、次こうした方がいいっていう部分はもちろんあったんで、まあ、圧力でいうとあのミッションの入りがちょっと渋かったから、まあ、オーバーホールするなり、オイル変えたりで、あとギア比がちょっと厳しいから、ファイナル変えるのかタイヤの外径を小さくするのか、うん、そういうちょっとね変更点が必要かなっていうのはありました。であともう1台のそのシュレーティも同じですね。馬力がやっぱりないんでそういうところをすごく、うん、きっちりやらないとやっぱりねあの馬力がない分その回転数が上がらなくてドリフトができない、うん、そういう感じになりそうなんでそこをかわすためにぜひちょっとねしっかりやってほしいなっていう部分と S15 はもうそのままでも大丈夫かな、うん、意外にねあのグリップが高かったからトラクションが良くてで振り込んだ時にアクセル踏んだら回るっていうよりもちょっとこうグッて、ね、あの我慢しちゃう感じ、うん、滑らない感じだったんでもっとグリップを落とす方向でセットした方が乗りやすくなるのかなっていうイメージがあります。はい、まあ、切り方もね、うん、ちゃんと転がるナックルがついてるんで、まあ、スピンはしにくいかなっていう感じがしました。はい、だからまあ雨でもねコンディション悪いタイミングでも多分普通に乗れるんじゃないかなというイメージです。はい、まあ、逆にねその 86A86 とシュルエイティは、うん、路面コンディションが悪い方がいいのかな、雨だったらいいなみたいな感じです。まあね、同調走行とかもやるみたいなんで、うん、どうしてもねあのスーヨン、ユオン、あの辺の管理がね大切だと思うんでその辺もね、うん、しっかり対策しないといけないのかなっていう予測はしました。はい、という感じでね今度の11月の19、はい、富士のね、イベント来てほしいですね。なんかね参加者まだね受付してるみたいなんでぜひ、はい、興味ある方はホームページの方で受付してるんで、はい、ぜひ、はい、参加してください。はい、ということで今回は以上となります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。